公式 LINE の登録者を募集しています。登録者限定の動画やコンテンツも配布します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾お茶の水本校校舎長清水です。武田塾お茶の水本校教務の川野です。動画をご覧の皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。川野先生、はい、本日なんですけれども、はい、川野先生は歴史は何選択でしたっけ？歴史は世界史選択ですね。なるほど。僕は日本史選択。日本史めちゃくちゃ得意だったんですけど、世界史得意ですか？はい、世界史大得意ですね。大得意。なるほど、わかりました。で、今回なんですけども、コメント欄にですね、こんな質問が来てまして、はい、何でしょう？文化史の勉強法がわからないですと。なるほど。めっちゃ気持ちわかる。わかりますね。文化史を乗り越えた我々から文化史を覚えるコツありますよね。ありますね。こちらについて伝えていきたいなと思います。川野先生、どんなことを意識して文化史を勉強しましょうか？実はポイントが2つあって、はい、まず1つ目、これは通史と絡めるですね。あ、大事ですね。これ例えば具体的にどんな感じで勉強すればいいですか？ルネサンスの文化を学ぶと接した時に、はい、なぜルネサンス、まあ、文化復興とかって言われるんですけど、うん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 、これが起きたのか、その背景を知ることがまずは大事かなと。まあ、基本通史の方は優先的に勉強してる方が多いと思うので、まあ、その通史のその流れのここですっていうふうに、まあ、ちょっとセットで覚えていくようなイメージですかね。このルネサンスで言うと、うん、なんで文化復興が起こったのかっていうと、ヨーロッパでは十字軍遠征の時代だったんですね。それによってイスラム文化との交わりがあったりとか、はい、まあ、教皇の権威が失墜したとかっていうことが要因となって、新たな文化がこう生まれていったと。背景知識を入れて実際にその時代の絵画だったり、例えばボッティチェリの春見たりすると、はい、ああなるほどなと感じられるところが出てくるわけですね。これ世界史選択の人はおーってなってるかもしれないですね今。これ僕だとすごい日本史好きな参考書があって、超速日本史っていう、まあ、シリーズの文化史のやつがあるんですけど、それとかもなんかただ用語を覚えるとかじゃなくて、その時代背景で実はこういう裏事情があってこういう文化だったんだよって、こういう書物が作られたんだよみたいなっていうのが流れの中であって、そこが結構通史と絡めて書いてあるんですよね。文化史めちゃ楽しいみたいな、ストーリー性みたいな部分ですかねっていうのを、まあ、ちょっと一見単調に見える文化史の知識に混ぜていくとかなり覚えやすくなるんじゃないかなとは思いますね。なるほど。2個目のポイント教えてもらってもいいですか？図説を使うですね。これも大事ですね。やっぱ文字だけで覚えるのしんどいっすよね。文化史本当にしんどいんですよね。言葉だけで、例えば、はい、ボッティチェリ春っていう言葉だけで覚えてたんですよね、はい、うんうん、ただこの勉強してる時に何の面白みも感じてなくてもうちょっとずれた友人がいるんですけど、はい、急に資料集を授業終わった時に持ってきたんですね、学校で。はいはい。どうしたどうしたって言ったら、はい、このボッティチェリの春の中で誰が一番タイプって言ってきたんですよ。そんな見方ありますか？まあ、何ふざけてんだと、はい、まあ、とりあえずこれって言ったんですけど、まあ、それは置いといて、そうじゃなくてそれをきっかけに、ただ資料集で実際の絵画とか像を見ることによって世界史の面白さをより感じられるようになったんですね、うん、なるほどですね。日本史だとですね、仏像っていうのがめちゃくちゃ出てくるんですよ。なんか北魏様式と南宋様式とかあったりとか、はいはい、時代によっていろいろ変わっていくんですけど、はい、めちゃくちゃ嫌いだったんですね。友達が俺仏像のモノマネして覚えてるけどみたいな、モノマネモノマネして覚えてるけどみたいな言い始めて、でなんか実際できるんですよ。でしかも合ってるんですよ。なんか膝組んでるとか、る手の形とか特徴あって、僕一番好きな仏像が中宮寺ハンカシユイゾですね、はいはい、っていうのがあって、膝まず組んでるんですよ。なんかこのちょっと見えないですけど組んで、あとなんかね、ここに変なの乗ってて、なるほど、なんか 手が、ね、こんな感じあるんですよ。昔なんで覚えて、はい、合ってるかどうか分かんないですけど、はい、まあ、みたいな結構よく見ると特徴っていうのがあって、モノマネやってくると確かに面白く覚えられたなっていうのはちょっと似たような話ではありました。それは面白いですね、はい、日本だったら例えば仏像とか、あと建物ですかね、のビジュアルとかも覚えた方が絶対いいと思いますし、宝物とか、あとは書籍とかも結構文化史いっぱい出てくると思うんですけど、はい、この表紙がすごい特徴的な書物とかもあったりするので、まあ、ビジュアル面としてかなり頭に入ってきやすくなるかなとは思いますね。ということで、文化史を覚えるポイントとして1点目が、通史と絡めて流れの中で覚えるということと、図説とかを活用してビジュアルをしっかり把握した上で覚える、この2点やるとめちゃくちゃ覚えやすくなるので、ぜひ試してみてください。みんなも楽しみながら覚えようね。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン。詳細は概要欄をご覧ください。